はい。えー、本日はですね、ちょっと変わった IOST というね、暗号通貨を紹介しようかと思います。これはね、えー、9月8日コインチェックに上場したんですけども、まあ、皆さんあ、コインチェック上場ってことご存知でしたかねあのー、暗号通貨はこれから、私は ADA を期待してるんですけども、この、お日本のね、えー、暗号通貨取引所にも、 順番ににこういうふうい上場すすると思うんですよそうなるとあのやっぱり日本人ってねあの暗号通貨に興味持ってる割にはほとんどの方英語はダメなんですよだから海外の取引所で購入したり売買したりってことが本当にねできてないんで日本の取引所に上場すると急に値段がつくんですよねだからそういうのを狙って私は順番に購入をすることにしてるんですよ え今回は IoST を狙っていたんですけどもこの IoST がねどういうものかというともともとはねこれうーん何と言いますかねまあちょっと一言で言うとね難しいんですけどもクレジットカードが利用されるのと同様のレベルでブロックチェーン技術をさまざまなサービスが活用できるようにすることを目指した暗号通貨なんですよね。 で、2019年2月25日にメインネットをローンチしたという暗号通貨です。これだけ言って頭こんがらがっちゃいますよね。えー、あの、私は十分わかってるんですけども、えー、ちょっとね、ここだけ聞いてわかんない方は、とてもじゃないけど IOST 買ってないと思うんですよ。あ要するに、あの、ネットワークビジネスみたいな販売もね、行ってませんでしたからね。うん、だからこのね、紹介料が入らない。 この暗号通貨ですか。こういったものってのが、まあ、逆に今透明性があってですね、えー、ま、信頼に足ると言いますか。要するに紹介料が入んないから、妙な紹介バイアスかかんないんですよね。まあ、ですんで、えー、私の場合は、こういうふうなね、ネットワークにも入ってないし、紹介料も入んないような暗号通貨をコツ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 と、ま、購入して、上場したら売るみたいなことを繰り返すわけなんですけどもね。うん。で、iOST ってのは、まあ、はっきり言って一言で言うと私もよくわかんないんですよ。どんな通貨なのか。 ただまあ、ものすごく、クレジットカードの代替になる暗号通貨を目指してるってことで、かなりね、私はこう共感したんで、購入することにしたと。あとはコインチェックに上場するかどうかは、運任せだったんですけども、おかげさんでね、まあ上場してくれて、値段がつきましたからね。で、これちょっとね、全部見てみましょうか。ものすごい値段ついてるんですよ、もともと。これが全部か。えっとね、85円越してるでしょう。 そういうところから一旦ゼロ0円同然に来てそっからの今6円7円ですからね、まあ、ですねポテンシャルはすごくあるんですよ XRP 以上にありますね、まあ、こういうふうな上場後の通貨を買っていくとテクニカルでそういうのが私はすごく好きだなと思いますよねで、えー、とここ1週間の値動き見てみますよだから上場機会にこういうふうにグンと上がってるでしょ1か月見てみましょうか、まあ、こんな感じですよね うん、まあまあいい値段をつけてるとですからそこで買っているかどうかっていうところなんですけどもね、うん、だから0.5ぐらいで仕込んでいればあ今が0.7ぐらいですから0.69とかね、うん、まあまあの20%ぐらいは資産が増えてるんじゃないかなという感じです、はい、まあまあいろんなねなんかよくわかんないっつが出てきますからね、えー、皆さんご用心ください で利益を取ろうと思ったらやっぱテクニカルをんやっぱりマスターしてないといけないしファンダメンタルいくんだったら英語は読めないとダメだと思いますねで両方できないんだったらやっぱり暗号通貨には手を出さないことだとだういうふうにねやっぱり暗号通貨を理解するっていうのはその通貨をマニアックに解釈するだけではなくてその相場の世界がどう動くのかとか情報っていうのは日本語で生まれてないってことをねきちんと掌握することだと思うんですけどもね はい。では本日はこのくらいにしておきましょうか。また IOST のことについてお話しすることがあると思いますけども、IOST の個別銘柄のことを話しているというふうに捉えるんではなくて、えー、暗号通貨のね、買い方、売り方あ、それからテクニカルの考え方っていうものを捉えていただければと思います。まあまずは FX をマスターしていきましょう。それでは本日は以上です。